はい、どうも翔平 TV です。はい、本日はですね、カムイスポーツさんに来ております。で、今回の翔平 TV 公式用のピッチャー用グローブをね、気になったグローブを紹介していくということで、今回は2つの、公式用のピッチャー用グローブを紹介したいと思います。それでは行きます。ゴー。はい、というわけで、グローブ見つけました。それがこちら、こちら水のプロですよ。最高級グローブの、はい、こちら公式用ですね。こちら岸孝之選手モデルのピッチャー用グローブになっております。カラーはビターオレンジになってまして、革はですね、表も外もキップレザーになってます。はい、今日よく喋るなグローブで。で、このウェブがね、タータンになってまして、タータンね、タータン、タータンの KN5 というものを使っております。かっこいいですね。 K は岸選手の K なんですよ、ただ。でもバックスタイルはこう王冠なんですよね。王冠のバックスタイルなんで、まあ、結構かっこいいですよね。そうですね、はい、この縫い糸かな、紺色になってます。縫い糸紺色になってまして、はい、でこちら縦閉じなんですよね。はいはいはい、はい、縦閉じということで、はい、でこちらですね、お値段が7なんと聞いてびっくり、見て笑う、69,300円です、税込みで。で、ただこれっていろいろちゃんと見ると、ここに MP 水のプロ公式オーダーって書いてあるんで、実はこれオーダー品なんですよ。なるほどね。だからその値段するっていう。なるほど。これ自分でオーダーしたらいくらですか？同じだと思います、多分。マジか。これ中ってこうなってるんだ。あ、そうです、そうです。縦閉じは、はい、これはちょっと初知りというかびっくり。素晴らしい、はい、岸選手用のピッチャーグローブでした。はい、はい、というわけで次こちらですね。はい、こちら、はい、こちら水のプロですね。こちら 5DNA というやつですね。で、こちらのグローブは DSS 限定のグローブでして、DSS 店舗でないと販売できないグローブ。 5DNA といえばこの中ですね。この中のここ小指の関節のところ、ここにクッションが、はい、あります。これはどういう意味ですか、陽平くん。フィット感ですよね。フィット感、確かにここにフィットされてるんで、ズレが多分少ない気もします。はい、ちょっと僕もあまり水のプロよく知らないのであれなんですけど、はい、で、これね、何閉じか、横閉じね。横閉じダブルですね。横閉じダブル、横閉じダブル、はい、で、これね、入れてみてびっくり、これ中広いっすよ。そうなんですか。中広いから、もしこれがなかったら多分ゆるゆるかもしれない、はい、あ、中が広いってことは、まあ、中がこう緩いわけじゃないですか。そうですね。空間があって、でもこの小指の関節あたり、ここにクッションがありますんで、ここでしっかりこうフィットするっていうのが特徴かなと思います。はい、これが 5DN ですね。だから 5DN もしかしたら手の中結構広いかもしれないって思ったんで、どうですか。そうですね、結構広めですよ、広め。いや、ここでフィットされてる感じ。大井さん の水のプロ の青と白いやつはもう 5DNA で、はめさせてもらったことあるんですけど、手首は確かにフィットしてます。で、その奥に関しては今翔平さんが言った通り広い、余裕があるのかなっていう。なるほどね。2タイプのはみ出しって書いてます。2タイプのはみ出しって書いてますよ。多分はみ出しってこうなってるはずなんですよね。ああ、普通のは、はい、使えてこうしてるの。そうかなって。なるほどね。ここまっすぐじゃん。袋入ってるからあれなんですけど、まっすぐじゃん。はい、こうやってまっすぐになって、はい、こちらお値段がですね、65,000円かな。どうですか、これいいと思うんだよな。メジャークオリティ、これオーダーじゃないですよ。まあそうですね、水のプロだったら、水のプロっていうブランドと 5DNA っていう新しいやつで考えたら6万はもう妥当な値段ですかね。まあ、そうですね、はい、しかも黒だし、これずっと使えますから。本当にそうですね、マジで、まあ、色違い、色違いますし、うん、もしね、気になった方はぜひともこれチェックしてみてください。はい、というわけで今回はこちらのグローブを紹介しました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とコメント、高評価よろしくします。それではどうぞ。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、
はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ一番人数か分かんないん で僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。